はい、こんにちは、トルーパーズの山中です。今日は、こちらガーバーのゴーストライクフィックスド、ファインエッジを紹介いたします。まあ、見たまんまの通りですね、夜間反射、仕様、夜間反射仕様っていうのは何て言うんだろう、ライト、夜間で の, あの隊員、ミリタリーの隊員や特殊部隊の人たちが、夜間の森や街の中で身を潜めての作戦をする際に、街灯または相手からライトで照らされた時に、こういった金属部分の不自然な光、によって位置を悟られないためのことを夜間反射防止仕様と言います。そんなオールブラックモデルで、なんていうのかな、メイドイン USA で、例によってね、ポートランドでちゃんと作ってんだぞって一生懸命アピールしてます。で、こちらブレードが、なんだっけ、 420HC ステンレスで、全長は約17センチの、刃渡り、刃長、そちらが約7センチ、重量は 51g という軽量モデルになっておりまして、こちらのハンドルに関しては、ラバーもオーバーモールド、外側にちょっとラバーを仕込んでありますよと。で、まあ、フレーム自体は全体的に一つの形でできております。こちらランヤードホールもついてますね。こんだけ穴開いてるから、わざわざここに開ける必要ないんじゃねえとも思ったけど、まあね、いいですね。という感じで、非常にこう滑りやす、滑り止めの効いたグリップで、良いと。で、あとは携帯性に優れた、こういったカイデックスのシースがついていて、こちらには、こちらから入れても、こう入れても、どっちから入れても大丈夫よと。で、たまたま私ちょっと今はね、ちょっとリュックサックにストラップに通して使ってみましたけども、外してみようか。どうしたこうか、まあ、ベルトやらね、そういったとこにもつけてもいいと思うんですね。あ、これ外せない、外せない、外せ、段取りが悪くてすみません。背面は一応こんな感じになってます。で、こちらネジが4箇所で止まってるんですね。これと、で、こちらいい、一応このようにネジ用のホールが6箇所ついてまして、で、この2つのアタッチメントを横でつける、または縦でつける、こっちか、それによって角度の調整は可能です。という感じで、マルチな使い方ができますよっていう、あとは隊員さんによってはそのまんま生地とかにしっかりこれをつけちゃうのもあるんですね。それはちょっと面倒くさいというか、面倒くさがっちゃいけないんだけど、あんまそういう人いないんじゃないかな。まあまあ、そういうわけで、なんていうのかな、今こういう、こうやって下にね、ちょっとこういうやつのポイントは、やっぱりそう簡単に落ちないようになってますので、しっかり固定されているので、ハンドルを握るところを握って、親指で押し出す感じ、それがいいと思います。そうすると、比較的簡単に抜けるし、反動もあまりつかなくて済みます。親指でしっかり押し出す。そしたらあとは自分で抜くと、そういう感じで、ぜひ気をつけて取り扱いの方はしてほしいですね。そういうわけで、こちらの、よいしょ、ゴーストライクフィックスドファインエッジ、こちらを簡単に紹介させていただきました。下の説明欄にリンクを貼っておきますので、よかったら検討の方よろしくお願いします。では、最後まで見ていただいてありがとうございました。